はい。では、ですね、こちらのすりなきの半島の舞い戻りの塔というところがありましてですね、ここの宝箱が転送案だったんですよ。なんですけど、最初に来た時には、ちょっとこの転送案を避けてしまって、まあ、ここが、うわぁ待って、嘘だろちょっと待ってよ、びっくりした。なんか音するなと思ったら。はい、というところで、そうですね。手、避けちゃったんで、ここがどこに転送されるのか分かってないんですよね。そうか、ある意味転送罠は、ちゃんと、あれだ、マーカーつけといた方がいいな。ここか。竜に焼かれた廃墟。あ、間違えてる。竜に焼かれた廃墟に転送罠があるから。これは転送のマーク。でしょ?と、あとどこだっけ?あれだ。パッチンとこだ、パッチンとこ。ここ情報量多いな。ここら辺に転送罠マークつけとこう。まあ言うても、ここの転送罠はもうね、行き先すぐだけどね。はい。転送罠と宝箱。はい。という感じで、じゃあ、ここの、ね、転送罠見ていきましょう。なんか、大筋っぽくないからいいかなみたいなところありますよね。なんか、うん、今までここら辺、まあちょいちょい大筋。で、あとここの、ハイトじゃなくて、ゲールコード、ゲールの砦での転送罠はちょっと、転送門はわかる。うん。なんで、まあ、サブっぽい感じでね、これをやっていくのがちょうどいいかなというところで。はい。では、転送させてみましょう。はい。あえてね、転送罠をかかりに行くっていうのはね、あんまないんで、ね。まあ、うん、装備も別にこんな感じでいいっしょ。いや、どうかな。いっそ赤獅子の炎にしといた方が危険ではない気もするけどね。とんでもない。サリアみたいなところに飛ばされたらほんとめんどくさいから。よし、行きましょう。はい、もくもく。伝送罠にかかりました。よろしくお願いします。さあ、どこも連れてかれるんだろうか。楽しみっちゃ楽しみ。なとこ来ていい?え、これ黄金銃?いやいやいや、飛ばしすぎじゃねこれは。いや、これちょっと芯食ってないか?え?もう黄金樹のふもとみたいなもんじゃないこれ。え?これ黄金樹だよ。ここにあん、ここなんだ黄金樹って。いや、ちょ、マップの広がりが半端じゃないわ、これ。ちょっと待って、これはちょっとね。ちょっと芯食ってる感が出てきちゃったわ、一気に。え?もっとサブ的な感じかと思ったら。いや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 、ちょっとなんか、しかもエレベーターだ、これ。エレベーター引けないし、なぜか。どこここ。ドラゴンの翼これ。でかー。いや、でかいな、このドラゴン。いや、かっこいい。戦うの大変そうだけど。ああ、これがね、黄金樹の亀裂だ。やべえ、そういうところまで見えちゃってるよ、これ。こんなことになるとは思わなかったんだけど。あれか、ん?亀裂でいいん?亀裂だよね。うん。亀裂の中になんか門がある。はあ、なんかすごいね。ここは、なんかすごいね、いきなり。とても興味深い。すごい飛ばし方だな。合ってんのか?まあ、意図して飛ばしてるだろうけど、危な。はい、すいません。あれっすね。また、フリーズのデーモンが出ちゃいましたね。最近多いな、ちょっと。
ていうかまああれだよな、室温が高くなってきたからちょっと PC もなかなか厳しい感じになってきましたね。やばい、これが戦闘中に行われたりとかしたらもう目も当てれん。あ、そっか、登れんだった。こんな感じで見れる。あー、すごいな、これはずっと見てられるな。で、これはレバーは下げれないから、ここはなんかエレベーターで本当は来るとこ。はい、じゃあとりあえず行きますか。てか敵がボワーンって出てきそう、これなんかね、上登ろうとしたらさ、あ、ぶっ壊されちゃってんな、なんか。はい、じゃあ行きますね。侵入とか、あ、まあ祝福があるから優しいよ、優しいよ。あ、めんどくさそうな石像がいる。はい、じゃあ祝福、ローディールの祝福ともしていきましょう。はい、ロストグレイスディスカバード、どんな場所ですかこれ。真珠橋というところに来ました。あいつ今動いた？はい、これ真珠橋というところに来ましたが、あ、こんな感じになんだ。面白い、面白いな、これ。面白いし動画が撮れそう。ディストーションがディストーションがなぜかここめっちゃ効くっていうね。え、これどういう処理したらこうなるんだろう。あ、なんか、いいね。ディストーションだけは生きる。あー。これなんかちょっと面白いのできそう。てか、裸でさ、いや、そういうの、変なモザイクができるなと思って。はい、いや、そんなこと考えてる場合じゃないんですよ。とりあえず、真珠橋というところで、あれはもうタゲ取れるじゃん。ダメだ。はい。まあ、けど、あいつは戦ってるからいけるよ。馴染みだし。あ、ちょっと狭いか。よし、やろう。OK。やりましょう。オッケー、チャンス。よし、今のうち。いや、待って待って、無理だわ。普通にシンプルにダメージがもうこんなクソダメージじゃ無理だわ。あ、いけるいける、いけるのかこれ。こんなクソダメージでも。いや、多分超道のり長いけど、なんか行ける気はしなくもない。落っこちるんじゃねえのかこれ。落っこちないか、さすがに。いや、なんかダメージクソだけど、あ、やべ、スタブ取れない。あ、無理だ、俺が落ちる。ダメージがやばそう。もう一回。あ、いけ、オッケーオッケー。いけるいける。コツコツやればいける。いけるぞ、これ。はい。これけど、一撃で死にそうな気がする。はい。ああ。はい。あ、うわ、ダメだったか。ダメだったというか、両手持ちにしてたのがダメだったな、今。普通にガードしときゃよかった。ちょっと欲張った。シンプル死んだ。あ、けどいけるわ。うん、コツコツやればいける。いや、行ってどうすんだってのもあるけど。はい、じゃあちょっとあいつを倒そう。はい、じゃあちょっとガーゴイル。俺のルーン。まずは俺のルーン。まずは俺のルーン。何より俺のルーン。それ後に、ドン。で、これ2回やると、2回足にぶつけると、スタブする。あっと。まだ引く。いや、そうだった。忘れてた。ごめんなさい。はい、行こう。
よし、けどまあモーション見えてるし、スタブも取れるということが分かってるから。ああ、引くやつね。そうですよね。はい、わかります、わかります。はい、じゃあ3回目のチャレンジですね。で、ですね、今、とりあえずルー。で、こい、容量がなくなっちゃって、録画できないというトラブルが発生してしまったので、もう一回、早くもう一回、OK、いいよ。あ、ちゃんとさ、これ、ユーザーがいる方を、のお腹を見せて倒れてくれる気がする。優しさ。よし、OK。そうだね。うん、ちゃんといる方向で倒れてくれる。それか、足の方向に合わせてるのかね。よし、いけるぞ。はい、オッケー、いいね。オッケー、もう俺は今どこにいるのかっていうところもある。よいしょ。あと一発。オッケー。ギリあった、ギリ入った。どっちこちら。はい。よし。で、聖杯回復。聖杯回復して。OK。一発入った後に確認して。もう一発。おきし。いける。これでもういけちゃう。すいません。はめてるようですいません。ありがとうございます。こいつはもう、もうずっとこの戦い方でいい。置き攻め。すまんね、ほんとに。なんかもう見つけちゃったんで、ちょっとすいません。ありがとうございます。うん。一撃与えた時にはちょっともう無理かなと思ったけど。よし。1、2、オッケー、倒したー。2992。ありがとうございます。なんかすごい半端な数のルートだ。よし、無事倒せました。ありがとうございます。はい。では、じゃあちょっと探索していきますか。ん？あれ、転送門じゃないか。あ、てか宝箱もある。はい、じゃあここの宝箱を取っていきましょう。ここからさらに転送穴はない。わかんないけど。はい。大丈夫そう。わかりまーす。恵みの雫のタリスマンというものをゲットしました。ありがとうございます。HP をゆっくりと回復する。え、これ超ありがたいやつだ。黄金獣の恵みたる雫、その受領のよう。受領の様を模したタリスマン。HP をゆっくりと回復する。かつて、恵みの雫は月主、したたりでいいのかなであったという。北条の時代。けれど、それはごく短く。黄金樹は信仰となっていった。黄金樹は信仰となっていった。北条の時代。滴りであったという北条の時代かな。まあもう信仰ができちゃった上で、黄金寺を管理しようとする奴が出てくるよね。まあそうなってくると。なるほど。それが、まあ信仰の対象になって政治としても利用されてっていう形なのかな。うん。ね、よくないんだよね、本当に。信仰ってさ、もっと、ね、ピュアなところから始まったと思うんですけどね、そういうのを利用していく人間たちがね、政治的な宗教とね、るからね、やっぱりね、仏教だってそう利用されたっていうのは、火の鳥の、後編で学びました、まさにね、黄金寺も多分そういう扱いを受けてしまったんでしょうね。はい、というところでゲットしました。で、あるな、これ。これは使えんのか？え？シュワワワワーンってなってないんだが、これ。けど調べられるんだが。いや、これちょっと重要だ。
転送門を見つけたんですが、一応ここも転送門マーカーつけた。はい。見つけたんですが、発動はしてないですよね。うん。なんで、どこに飛ばされるか、飛ばされ、そもそも発動してないか使えない気がしますけど。まあ、とりあえずちょっと調べてみますか。はい。今使用できない。ですよね。まあそうか。まあ、ここに転送門があるよっていうのは覚えておくと。真珠橋。うんうん。オッケー。まあそんなもんかな。すごい高低差だな。本当にここら辺は。見てて、飽きんな。ああ、この黄金樹のせいなのか。黄金樹は黄金樹で、別に自分が行きたいだけだろうけどね。けどこの黄金樹を植えたやつもいるわけだよね、多分ね。で、それがもう一レイヤーの宇宙の意志があったりするのかな。まあ、こう言ってね、なんか、自分たちのレイヤーがどんどん上がってった先に、どうなっていくかっていうのは、ちょっとやっぱ、どういう存在がいるのか、上位者が。いやー、ロマの目をね、もらったらここはもうアメンドーズだらけなのか。はぁ、まあそんな感じですかね、一旦ここは。じゃあ、まあ何かの要素があって、あの転送門が使えるようになるという感じですね。はい。あの亀裂はなんで入ったのか気になりますね。ああ、黄金樹を使っていろいろ実験とかもあっただろうしね。まあそれが根子とかっていうのを絡んでるところもあるのかなと。ね、赤炉的なね。うん。桜流黄金樹みたいな感じ？うん。わかんない。けど、俺は黄金樹はそもそも信用してないよ。信用というか意志があるのかね。わかんない。ただ行きたいだけだよ、多分。てか、そう考えたら人間もみんなただ行きたいだけだよね。うん。だから別にそこに善悪も何もないんだよな、多分。途中仮想だってね、なんかね。宿主を操ったりとかさ、してるけどさ。それもそれで行きたいし、繁殖したいだけだから。一見えぐいように見えるけど、それぞれの価値観なだけだし。所詮。はい。というところで、はい。何を言ってんだろう。めちゃめちゃとんでもないところに飛ばされたというところで。まさかね、なんかそんな大したものじゃないと思ってましたけど、これ意外としっかりとした転送門で、知っておかないとまずいやつだったかもしれないですね。うん。いや、けどこれを知っておけたのは良かったかも。はい。という感じで、じゃあ一旦、っていうかこんなに広いのまだ。まだ全然じゃん、これ。やば。はい。うん。広さを知りました。あ、広さを教えてくれるやつだったかもしれないね。確かに。ね、一番最初の、まあ、ほぼこっちの方に来るじゃないですか。うん。だからこの転送門とか転送穴とかっていうのは、やっぱなんかいろんな広さを教えてくれるよね。あ、こんなにやべえんだって今も知りましたし、てかまだモヤモヤだらけだし。うん。で、こっからまだ先があったらやばいですけどね。はい。とりあえずそんな感じで。じゃあ一旦終了しましょう。ではでは。戻りの塔。舞い戻りの塔だからな、確かに。ここがね、舞い戻りの塔。舞い戻ったのか？舞い戻ってくるのか？ここの塔も意外とじゃあ重要なのか？ただのね、シンプルな塔かと思ったけど。これが、けど罠で入ってるからな。罠で転送するってことは、ちょっとまあ、異端的なアプローチだ。てか、この転送罠はそこまで考察するものなのかどうかもわかんないけど。はい、こんな感じで。ではでは。ゲームって本当にいいものですね。それでは、7、7、7、
さようなら。